にちは。1時間の動画日記です。動画日記です。あ、なんと今日はレパートリーシアター人の気も知らないでに作者の横山拓也さんがいらしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、感激していただいてトークもたっぷりして、はいはい、楽しかったです。ありがとうございます。本当にね、なんかね、もううまいことやりますね、時間の ちょっと待ってくださいよ。ちょっと面白かった、本当に面白かったですよ、嬉しい。僕よりもうまく演出されてました。よく黒沢さんでしたビデオが撮ってるからですね。横山さんの書いた本は大阪弁バージョン。あ、そうなんですね。全員それを生さんが日割り標準語に書き直されて、東京言葉って言った方がいいかな。そうか、東京のりみたいなやつですよね。出会いました。これ何の話してもいいんですよね。はいはい、うん、もう標準語というものと東京のいわゆる若い劇団なんかが使う東京の言葉でやる演劇とが全然違うっていうことに5、6年前に気づいたんですよ。いわゆる現代口語、現代、それはやっぱ現代口語だ。あそこは現代口語っていうことなのかなと私も思う。よりなんか砕けたニュースがなんか、あ、でもなんとかでなんだとかイメージ時間の上で例えばこういう現代劇やるときはどういうスタンスで言葉を使うんですか。それは演出によりますか。演出によるけど、もともとこの関西弁の本を私たちがなんかね、訳すっていうか適当に最初台本が書き終えるまではやってたので、そこまでめちゃめちゃに崩さないですよね、うちは。普通に喋ってる時ぐらいの感じ。セリさんが割と綺麗に喋るという、綺麗に喋るというか、そのルーズに喋るのを好まないところがあるので、そういう部分は演出としては美しい日本語にこだわりがあるので、そういうところは特徴かもしれないですね。じゃあ今回の翻訳に関してもそこまでいわゆる現代語的にはなってないわけですね。うん、多分。いや、それは僕はその方が見やすかった。そうなんです。ね、なんかご本人が来てなんだこれはってなったらどうしよう。結構ドキドキしてましたよね。いや、次の鈴江さんの時の方が怖いじゃないですか。出てないね。怖い人は出る人。次は5月が鈴江さんの短編なんですか。三鷹公演のチケットが発売しています。枝肉という、まあ、自分で言いたくないけども、 いわゆる僕の代表作みたいな形で今、これを超える作品はかけていません。すごい、割と重いこと言った。三鷹公演が6月3日金曜日から12日の日曜日から、三鷹の星のホール、いいとこですね。上演時間90分ぐらいの男3人の、まあ、これも議論のお芝居です。土地区場という、まあ、食肉解体工場を舞台に3人の男たちがけんけんがくがくやり合うというお話ですね。はい、この枝肉っていうのは肉やはり肉。そうです、肉ですね、牛を、ね、解体していく作業の一番最終形が体を半分に割って釣ってる、あれを枝肉っていうんです。そんな工程なの。はい、だから漢字で書いたら普通に枝の肉で何になって、なんでカタカナにしたのか今となっては思い出せません。こちらもお楽しみに。はい、じゃあレパートリーシアター4月人の気も知らないでは明日土曜日の、1時と6時、まあ、今日もあと20時8時からあります、ね、あと3回ありますので、気になった方はぜひお席が売るほどございます。カルチメントチケットもね、あ、なんかありますんで、ね、ただで見られるチャンス、はい、早もがち、はい、お待ちしてます。